ということで、何がということなのかよくわかんないんですけど、ということでちょっとこの際ですね、動画に僕のアーカイブというか、まあ、今までの思い出のお話、まあ、もちろん折に触れていろいろ話してはきたんですけれども、話そびれていることもあるし、昔のことって意外とあんまりこうざっくりとはね語りますけれども、じゃあどんな感じだったのみたいなのもよくわかんない人もいると思いますんで、ちょっと僕がこの世界に、足を踏み入れてからの足跡をお話ししていこうかなと思って、いくつか動画にしていこうと思っています。ということで、まあ皆さんよくご存知だと思いますけど、僕まあ東京ディズニーランドの TDL ですね、当時はね、今は TDR、東京ディズニーリゾートですけれども、当時はランド一つしかなかったので、東京ディズニーランドのパフォーマーとして、まあステージデビューっていうのが僕のこの業界でのプロとしての歩みの一番最初なので、まあ僕もその35周年とかっていうのも、東京ディズニーランドのオープンの35周年と、重ねてやっていますけれども、そこら辺からお話ししたいと思います。東京ディズニーランド、僕はまあ大学卒業した年に、オープンなんですね。で、東京ディズニーランドと、でその同じ年に、これは時々話してるんですけれども、劇団四季さんが改めてこうミュージカル、それまでもやってたんですよ、ミュージカルウエストサイドストーリーとかっていうのやってたんですけれども、改めてもう本格的なミュージカル劇団にシフトするっていうふうに決めて、キャッツを買って公開する年だったんです。なのでその年の僕らが就活している頃って、東京ディズニーランドのいろんなパフォーマーのオーディションと、パレードダンサーとか、まあショーのパフォーマーとかのオーディションと、でキャッツのオーディションと両方すごくいっぱいやってたんですね。で僕はまあ歌専科なので、歌はずっと勉強してましたから、音楽は勉強してましたから、まあボーカリストとして、まあそこら辺受けてたわけなんです。それでたまたま劇団四季も受けたんですよ。で今も活躍している人たちと一緒に受けたりしたんですけど、もうしんちゃんすごい良かった、歌もう絶対受かるよなんて言われてたんですけど、まあダンスも全然やったことないし、芝居もまあ歌専科で受けたので、そこら辺はオーディションに関係なかったんですが、歌だけでもなぜか取られなくてですね、だからやっぱりもうポップスっぽかったんでしょうね。だからあさり先生のお気に召さなかったの多分なので、まあ劇団四季は通らなかったわけですよ。で、それでディズニーランドの方へっていうふうに、はしょって簡単に話してますけど、実は僕ディズニーランドも、最初の、一番最初のパフォーマーのオーディションには落ちてるんです。それで、まあその子たちの中に、後々僕の人生にもいろいろ登場してくるんですけど、まあ当時は日本テレビ音楽学院で一緒だった。これ、後に佐藤健太君も一緒だったっていう話が、ね、うわ、そうか、そうだったのかっていう話が、2019年のカウントダウンから2020年の新年会に至るイベントで発覚するんですけど、まあその当時一緒にやっていた横地道夫ちゃんっていうのが、この人も、まあこの頃は非常にキーパーソンとして登場してくると思います。横地道夫ちゃんと実は僕一緒だったんですね。日本テレビ音楽学院でね。で彼女がまあ僕の歌のファン第1号っていうか、その発表会っていうか学内オーディションで聞いてたけど、あとすごい歌うまいねって言って声をかけてくれたのが横内道夫だったんですよ。彼女も本当に歌うまかったんで、僕も気がついてはいましたし、それでまあいろいろ話をするようになって、私ディズニー受けるんだけどディズニー受けないみたいなところで、僕は大学4年生でディズニーランドのオーディションを受けたんです。で彼女は受かったんですけど、僕は落ちて、まあダンスがね、ダンスが中心だったんで、僕はまあ最初受からなかったんですね。で横内とか最初のメンバーは、ディズニーのオープン用のプロモーションでずっと東南アジアのツアーとか、それからいろいろプロモーションビデオの撮影とか、オープン前からそういう活動をしてたんですけど、それは僕は横内から話を聞いていた感じだ。で僕は卒業して、そこまでは
本当にこれからどうしようかなっていう感じだったんですよ。大学は卒業したけど、もうとにかく歌って人生を全うしようと思っていたので、さあどうしようかなっていうふうに思っていたんですけれども、すぐ、横内が所属していたキッズ・オブ・ザ・キングダムっていう、ミュージカルグループがあるんですけれども、グランドオープニングも終わって、でまあオープン当初東京ディズニーランドやっぱりすごい人出で、まあ当分行けねえかななんて思ってたんですが、横内が、まあ、見においでよっていう話で、見に行ったんですね。幸いのことながらもうすぐ、前評判にもかかわらずディズニーの動員って割とすぐ落ち着いちゃってですね、僕が参加した頃はね結構空いてたんです、パークがね。僕らがパフォーマンスしたそのゼロ期のパフォーマーたちの12月のクリスマスショーからものすごい、カウントダウンか、クリスマスショーあたりからだな、とにかくものすごい人になったので、そこからはもう毎日大入りが出てたくらいなんですけれども、それまではねなかなかちょっと人が集まらなかったんですね。だから結構好き好きした環境で僕はショーを見に行ったんですけれども、だから4月もだから卒業してすぐ4月ぐらいに、メンバーが一人抜けるんだっていう話になってですね、そのパフォーマンスを見ていたら、うちのキッズオブザキングダム、アメリカ人のレリーンっていうこの相手役が抜けちゃうんで、一人でかいやつを探してると。それで僕はあのショーを見に行ったんです。でステージの上からレリーンが俺を見つけて、まあ僕はでかかったですからね、僕を見つけて、あのでかいのはお前の友達かって横内道夫に聞かれたと。その道夫がちょっと裏に来てくれるって言って、そこのチームキャプテンあっちゃんっていう劇団四季出身の後に私が責任を取るって言って、僕をあのキッズ・オブ・ザ・キングダムに入れてくれた、人とちょっと話をして、すぐだからショーを見てすぐ裏に呼ばれて、そこでちょっとお話しして、それでオーディションに来てください、で早急に人が必要なのでっていうことで、もう本当にオープンしてすぐ、僕は見に行ったんですけど、そこで裏に呼ばれてそういう話になって、じゃあ改めてオーディションと。で当時そのディズニーのバックステージでですね、オーディションしてもらったんですけれども、オーディションに参加してオーディションで審査をしてくれたのが、もちろん全体のオーディションの時にも必ずいたんですけれども、渋谷森久先生っていう、まあ、当時のミュージカル界では本当に大御所ですね。劇団四季の音楽監督をずっと長年やってらっしゃった方で、渋谷先生、あの親しみを込めてですよ、親しみを込めて、まあ、他のパフォーマーの人とかはみんな渋じいとか、仲のいい子たちはね渋じいとか言ってたんですけど、まだ全然今から考えたらそんなお年じゃなかったんだけど、ちょっと心臓に持病をお持ちだったらしく、老けた感じだったんでしょうね、渋じいなんていう話をして、みんなで仲良くやってた、もう本当にあの偉い先生がいらっしゃったんですけど、渋谷先生にオーディションしてもらってた。でオーディションしてもらってる最中に渋谷先生、僕の歌とかダンスを見ながら失神なさってですね、まあその病気の発作ですね、心臓発作で、でそのまま救急車で運ばれるという事態になってですね、そのどさくさに紛れて僕は入ったと、そういう感じですね。実はかなりこうラッキーな、実は今本当にこんな話ってなかなかできないじゃないですか。その芸能界のスタートがあって TDL ですっていうぐらいで精一杯ですよね。ここまで話したらこれだけで僕インタビュー終わっちゃうんで、なかなか話す機会がなかった。実はそういう機会があって、僕はゼロ期、その最初の期のメンバーなんですけど、それは最初のメンバーが1ヶ月で抜けちゃったからであって、その人の代わりで、0.1 期ぐらいで、キッズ・オブ・ザ・キングダムのメンバーになったっていうのが、本当の話なんですね。要するに僕はまあ、ちょっとタッパがあって、それで、まあ、ディズニースマイルが似合ってみたいなね。もう本当に可愛い青年でしたから、自分で言いますけども、まあしょうがないですね。僕も I love me なんで。そんなわけで、0.1 期、まあ0期のメンバーとして、キッズ・オブ・ザ・キングダム時代が始まったということになります。どんなステージだったかって言いますとね、ちょっとここに本当にちょっと懐かしいアルバムがあるんですけど、文字通り懐かしいアルバム。この、いつはスモールワールドの、
この今もこのパネルがありますよね。これの前にこういうステージがあってですね、後でまあちょっとクローズアップで写真もお見せしようかなと思うんですけど、インサートできてますでしょうか。そこで、こんな感じのこんな感じのステージでこんな感じで踊ってたぞっていう感じですね。ここね、あでもちょっとここに映っちゃいけない、あの M さんがちょっと映ってるんで、はい、後でこれも軽くぼかしていきましょうかね、そうなんです。この M さんとかですね、まあ、あとは足の大きい、くちばしの大きい D さんとかですね、こうした人と一緒に仕事をしていたっていう感じですね。まさに夢と魔法の王国、本当にね、こんな感じですよ。ダダンダダダダ、うん、ここ M さんのガールフレンドのこのやっぱ M 子ちゃんなんですけど、映ってますけどね、こんな仕事をしていたぞという、本当にこう夢と魔法の王国でしょ、こんな感じなんです。これも後で、さっきのちょっとブルーの衣装が多かったんですけど、これ赤い衣装ですね。こう M さんのイラスト T シャツです。イラストっていうかこれ刺繍してあったんですよ。こっちは今度クリスマスショーですかね。まあいくつかちょっとインサートしてもお見せしますけどもね、たくさん写真ありますよね。本当にこうもう本当に海風が寒い冬は、そしてこれが春のステージ、春っぽいでしょ。ごめんね、ちょっとメーポールダンスっていうのやっててですね、恥ずかしいって言ってましたけど、恥ずかしいですね。こんな感じでお客さんと一緒に写真を撮っては写真をもらったりしていました。ちょっと僕は出てなかったんですけど、ジャズのショーですね、まあいっぱいショーがありましたから、これがちょっと後に出てきますけど、リックちゃんと一緒に写っているこれが横内みちおちゃんですね。はい、ちょちゃんはまあ残念なことに乳がんでお亡くなりになっちゃったんで、これはもう本人の写真使ってもいいって本人に聞けないから、まあいいかな、僕のステージもバースデーライブも出てくれたし、まあこれが横内みちおですよ。まあ僕がこのディズニーに関わることになったきっかけは、まあ彼女が作ってくれたと、いうことになります。そう、あんまりもたくさん写真がありますけどね、これも後でちょっとお見せしましょう。ここでそうですね、さっきあのスモールワールドの前でやってたショー、これベストオブディズニーっていうショー、僕は1年目でベストオブディズニーっていうショーに出てたんですけれども、2年目からはちょっと演目が変わりました。TDL is your land っていうショーに変わりましたけれども、僕が出ていたのはその It's a small world ステージの、Kids of the Kingdom っていう人たちのショーで、ベストオブディズニーっていう作品だったんですけれども、このベストオブディズニーも1日4回ですよ。で1回パレードがあったんです。ちょっとパレードの写真もありましたけど、で5回パフォーマンスしてたんですね。パレードは40分間で、あとは30分ずつのショーを、4回やってましたから、まあ、スタンバイの時間も含めると、まあ、本当に8時間労働ぐらい、そこに行って準備して着替えて食事してみたいな8時間拘束みたいな感じだったんですけど、当時はもう何をやるのもキッズ・オブ・ザ・キングダムっていうグループだったんで、新しいショーが始まると、その終わってから、その仕事が終わってから、それ毎日レギュラーでやってました。14人、日本人が10人、アメリカ人が4人で、14人でチームを組んでいて、必ずアメリカ人は1人いなきゃいけないんですよ。そういうシフト組みながら、日本人はだから、2人抜けてみたいな、細かいシフトを組みながら、毎日ショーは休みなくやってましたから、もう本当にそれだけで1000回ぐらい同じショーをやってたんですね。で、パレードもまあ何百パレードやって、さすがにちょっと僕もあの歌いたかったんだけれども、こっちのショーは本当にソロがちょこっとあるだけで、あとはもうあのコーラスはプレスコって言っても録音したものに入ってましたんで、本当にあのダンスをするだけのショーだったんで、まあ、同じショーを1000回もやったらもうこれ十分だろうと。でディズニーのやっぱりそのファミリーエンターテインメントの神髄みたいなものも、まあ、十分勉強できたんで、
ちょっとこれは一旦ディズニーをやめて、本当にやりたかった歌の世界にどうやったら踏み出せるかもう一度考えてみようと思って、僕はそのさっきもお話ししましたけども日本テレビ音楽学院にまあ戻りつつ、でせっかくあのアメリカ人と友達になったし英語でずっと仕事してました、パーク振り付けがアメリカ人だったりとか、まあスーパーバイザーがアメリカ人だったりとか英語を話す機会がとてもたくさんあったので、僕もせっかくちょっとここまであの発音にうるさい友達もいましたしね、チームの中に、でせっかくここまでちょっと日常会話で英語を使っていたのでちゃんと勉強しようと思って、アメリカに 3,4 ヶ月ですかね、まあ英語の勉強アメリカンラングウィッチプログラムっていうコロンビア大学、ニューヨークのコロンビア大学にある外国人向けの文学部のコースがあるんですけれども、そこにワンクール行ったのと、その前にはアメリカ人の友達のところを転々として歩いて、1ヶ月ぐらいかな、久しぶりなんて言いながら、1年間あるいは半年一緒だったアメリカ人の友達のところをうろうろしてたわけですよ。僕も辞めた、あとは一緒にやってたアメリカ人もシフトチェンジで本国に帰るみたいな時に、その前に僕せっかく日本に来たから香港寄って帰るわみたいな時に一緒に遊びに行こうなんて話をして、さっきもちらっと映ってましたけどリックちゃんと一緒にですね香港に遊びに行ったり、してたんですねうちのチームのメンバーと、そんなこともあって、これは写真今ちょっと見つかんねえやどっかで探してみますね。そうですね、ここらはちょっと遊び歩いてた頃のあっちのオーランドじゃないや、あのオレンジカウンティーのディズニーランドですね、カリフォルニアの頃の、ですね。でちょっと話前後しますけど このぐらいですよ、僕がアメリカであのアメリカンラングイッチプログラム、あの コロンビア大学のキャンパスで撮った写真ですけど、こんな頃にそんな暮らしをしてたんですね。そうで仕事もしなきゃいけないからこうやってこう潜在こう時代をめっちゃ時代を感じるでしょ、これ僕が最初に撮ったあの宣伝材料ですね、潜在の写真なんですけど、このなんかこうライン当時の衣装のちょっとこうダボっとしたパンツとこのブルゾンの形とかですね、なんかすごいなんか当時だよね。こんな写真を作って要するに芸能界へ、ディズニー以外の芸能界へどういうふうにしたら進めるかななんていうふうに話をしていた頃ですね、これがね。そんなことがあって、はい、いよいよ僕はディズニーを離れて今度はスタジオミュージシャンへの道を歩み始めるということなんですが、まずはここまでありがとうございました。さあということでですね、これからもいろんな動画をお送りしていきたいと思います。新チャンネル新チャンはタイトル決めてないけど新チャンネルへのチャンネル登録よろしくお願いします。ここら辺に出てるはず、クリックしていただければですね、チャンネル登録できますんでよろしくお願いします。